ガソリンが遅れなくなり、エンストします。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備資格保持、 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は5月の26日にダイハツさんのムーブなどからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのは燃料ポンプのインペラ。普通ガソリンで動いてる車の場合、エンジンと離れた場所にガソリンタンクがあります。普通の車の場合は後部座席の下にあり、ここから配管を通って車の前の方にあるエンジンにガソリンを送り込みます。このガソリンを送り込むための装置が燃料ポンプ。中に樹脂製、つまりプラスチックの風車のようなものが入っていて、こいつを回すことでガソリンを送り込むんですね。ところがこの風車の作り方がまずく、プラスチックの中身がスッカスカになっているものがあるとのこと。そうすると使っているうちにプラスチックがガソリンを吸い込んでしまい、プラスチックの風車が少しずつ大きくなってしまいます。ちょっとサイズが変わる程度ならまだいいのですが、あまり大きくなると風車を入れているケースに接触、風車が回らなくなってしまい、エンジンにガソリンを送り込めなくなってしまいます。そして最後には道端でエンスト、修理するまで二度と車を動かせなくなるので、今回のリコールになっています。改善内容はこのダメな燃料ポンプの交換ですね。対象車種はダイハツさんのムーブ、ムーブキャンパス、キャスト、ミライース、ミラトコット、タント、ウェイク、ハイゼットキャディ、ハイゼットトラック、コペン、さらに OEM でトヨタさんから委託販売されたピクシスジョイ、ピクシスエポック、ピクシスメガ、ピクシストラック、同じく OEM でスバルさんから委託販売されたステラ、プレオプラス、シフォン、サンバートラック。2019年5月5日から2019年9月3日までに製造された14万7042台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。この症状が発生すると車を動かすことができなくなります。症状が出てないからよしなんて思わずに、必ず修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は UD トラックスさんのサービスキャンペーンについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。